明日は最高の始まりは2016年のフランスのコメディドラマ映画。人を共にした女性から突然自分の娘を託された男が次第に彼女を生きがいにして責任ある父親へと成長する家庭、また母親の葛藤や周囲の人の支えをユーモアとシリアスを交えながら描く。本作は2013年のメキシコ映画インストラクションズ・ノット・インクルーデッドのリメイクである。 舞台はアメリカとメキシコから南フランスとイギリスロンドンに移された。監督のジェランは Life is Beautiful や幸せの力のように大人と子供のシーンを巧みに演出した映画を彷彿とさせた物語と興味を抱き、他の二人の脚本家と共に共同執筆に取り掛かった。現代のドゥマントゥ o o c o は明日は新しいツ日という意味で元々は哲学者、 ガストン・バシュラールの言葉である。ジェランの祖母で女優でもあったダニエル・ドロルムがよく口にしており、彼女が息子を亡くす辛い体験をした後も絶望することなく人生を送った体験に基づきタイトルに選ばれた。オリジナル版の優れたストーリー性はシナリオ作成期間短縮にも功を奏し、2015年9月に南フランスで撮影が開始され、10から11月に ロンドン、11月末から12月は、パリのスタジオで撮られた。撮影は52日、編集20週間、ポストプロダクション20ヶ月を費やした。ロンドンの国際色豊かな風景は、サミュエルの人物造形を広げるための役に立っている。なお、劇中で、サミュエルとグロリアが住むアパートは、トム・ハンクス主演の映画、ビッグを参考にしている。フランスでは、 工業収入8週連続トップ10入り、累計300万人超の動員を記録したほか、オランダとドイツで5週連続トップ10入りするなど、ヨーロッパを中心にヒットした。南フランスコートダジュールの街で観光客案内をしながら、毎日を気楽に過ごすサミュエル。ある日彼の前に去年自分が人を共にしたという、女性、クリスティンが現れ、自分が産んだ。 サミュエルの実の娘という赤ん坊のグロリアを置き去りにされてしまう。自分で育てる自信も意志もない彼はクリスティンを追い、ロンドンに渡るが、クリスティンには会えず、仕事もクビになってしまう。途方に暮れたサミュエルは、ロンドンで出会ったベルニーの元を訪れ、映像会社のプロデューサーである彼から、スタントマンの仕事をあっせんしてもらい、一人で持て余していた家に居候をさせてもらう。 それから8年後、ベルニーの協力も荒れたくましく育ったグロリアと共に、サミュエルは充実した毎日を過ごしていたが、ただ一つグロリアに対しては、母クリスティンが娘を置いて消えてしまったことを言えず、嘘をつき隠し通していた。そんな中、彼のもとにクリスティンから連絡が届き、グロリアと面会させることになる。パートナーと共に現れたクリスティンは、グロリアを引き取り、 アメリカで育てることを希望するが、すでにグロリアなしの生活は考えられないものになっていたサミュエルは拒否する。改めて、グロリアとの日々を噛み締めるサミュエルだが、病院での検査である重大な事実を知ってしまう。話し合いを重ねても解決できなかった、真剣問題は、クリスティンにより、法廷の場に持ち込まれる。ありがとうございます。